バイオリンはじめチャンネルへようこそ。今回は鈴木メソッド第5巻2番目の曲、ヴィヴァルディ作曲の協奏曲異端調より2楽章のラルゴです。この曲はですね、とにかくこうゆっくりとした拍感を感じながら、音と音をなるべく滑らかにつなげていくのがポイントだと思います。威厳をするときやポジション移動をするときなど、どうしても音を切れやすいんですよね。この箇所を特に気をつけて滑らかに弾くことがポイントではないでしょうか。それではどうぞ。
Thank you.